JR 広島駅の北側に完成したフットサルなどを楽しめる広場、駅へ駅北パークがお披露目されました。駅へ駅北パーク、略して駅パができたのは、広島市東区双葉の里の JR 西日本広島支社の跡地です。 JR のグループ会社中国 SC 開発とサンフレッチェ広島が運営します。フットサルや3人制バスケットボールのコートは一般にも貸し出し、芝生広場ではキッチンカーの出店など様々なイベントを開くことができます。ここに皆様が集ってコミュニケーションをしてっていうような憩いの場になっていただければなというふうに考えております。今日は幼稚園児を対象にしたサンフレッチェによる体験会が開かれました。開業の今月17日から3日間、オープニングイベントを予定しています。